こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。東京で泊まるホテル、格安で探すならどこでいいというね、えー、質問をいただきましたんで、まあ、それについての、まあ、動画です。まず私は、まあ、絶対的な価格が高いか安いかだけでなく、コスパが良くてお得かを重視します。まあ、単純に安いかどうかっていうだけならですね、えー、ブッキング .com とかホテル .com で、まあ、 安い順に並べて安い方を取ればいいんですけど、まあ、大抵ね、えーまあ、ホテルの場合は、高くてもあんま良くなかったってことはね、えー、まあ多々ありますけど、安くていいってのはね、えー、そんなにないんで、まあ、そこがホテル探しの醍醐味というか、なんというかそんな感じなんですけど、まあね、えー、何しろ単純に東京に泊まると言ってもね、 泊まる人数、1人なのか、2人なのか、あるいは子連れの家族旅行なのか、もしかしたらおじいちゃん、おばあちゃんまでいるね、もっと大人数なのかによって、泊まる場所が違うんでね、泊まる場所が違えば当然探すサイトも変わってきます。あと宿泊日数ね、短いのか長いのか、これによっても大きく変わります。で、予算、重要ですよね。 えー、本当は1泊1万円出せるのに、まあ、ちょっと安いからといって7000円にしちゃうとね、まあ、後悔するようなことがあったりしますし、まあ、逆にね、えー、もう、えー、4万5万出せるんであれば、東京だとね、他の都市だと、他のパリだのニューヨークだのロンドンではありえないようなすごいいいホテルがあるんでね、予算出るなら、ホテルで金使うなら、東京で使うのが一番ね、コストパフォーマンスはいいと思います。それから希望の場所。 ねえー、ディズニーランドに行くのにね、えー、新横浜のホテル泊まってもしょうがないわけですしね、まあ、新横浜東京って言わないか、まあ、ディズニーランド行くならねやっぱり、えー、お台場とかねあの辺か、まあ、予算があるならもうディズニーホテルで決まりなんですけどミラコスタか、まあ、あるいは、ねえー、築地に行きたいのに、ねえー、逆に、えー、ディズニーランドのホテル泊まっても不便ですし、まあ、その行きたい場所っていうのもありますね。 あと部屋に滞在する予定の時間ね、まあ。寝れればいいのか、まあ。私みたくね、旅行に行ったところでほとんどの時間をね、えー、家にいる時と同じようにパソコンの前でサポートとかね、こういう動画を作ったりするのかによってもお勧めは変わります。まあ、そんなわけで、まあ、まだ前提条件が詳しくわかんない段階で、まあ、私のようにね、一人旅、あるいはね、えー、二人旅で3、えー、日以内の短期宿泊、ね、その場合は、 一級 .com もよく使えます。一級 .com もね。まあ、ある程度ホテルが選ばれてるんで、えー、そんなに、えー、まあ、悲惨な目にはあったことないと。まあ、ただね、昔よく使ってたんですけど、最近見たら、なんかいつの間にやらアパとか入ってるんでね。うん、まあ、一級ホテルって確か上質なとか言ってたような気がするんですけど、ああ、なんかいつの間にかアパ入ってるよって感じでしたね。 もっといアパがいけないわけじゃないんですけど、私の趣味じゃないんで、一回しか使ったことないです。でね、えー、この、とりあえず、私は東京に滞在するならね、やっぱり、まあ、銀座近辺、築地近辺が、えー、おすすめというか、自分自身も好きなんでね、その辺止まるんですけど、この、えー、銀座日本橋汐留新橋で、口コミ評価順というのに並べて見てみました。私はこの口コミ評価順っていうのをよく使ってて、 要は値段に対してね、えー、満足したかどうかってことなんで、まあ一番信頼度が高いかなと。ただ、評価数だけじゃなくて、評価の中身も読み込まないとね、食、え、べ、ー、ログのやら,せやらせレビューみたいなのに引っかかることもないとは言い切れないんで、まあ、えー、知らないホテルだったらレビューまで読んだ方がいいですけど、まあ割とこれ重宝するんで使ってます。で、眺めてたらね、いいプラン見つけました。ロイヤルパークホテル。 まあ、水天宮という渋い場所にあるんですけど、まあ、ロイヤルパークはね、えー、まあ、ビジネスホテルよりはシティホテルより、まあいや、ロイヤルパークの人は聞いて、ビジネスホテルよりのシティホテルと書いたら怒るでしょうね、まあえー。まあ、シティホテルですね。まあいいホテルです。で、2名合計で11,111 1円と、ねえー、まあ部屋の大きさもそんなすごく広くはないですけど、26平米あれば、1人2人なら十分で、 まあ、ちなみに水天宮はね、近所に私のお気に入りの天丼のうまい天ぷら屋もあるし、まあ、築地に行っても近いし、まあ、銀座も近いし、ね、電車の駅の上だし、まあ、結構便利でおすすめです。でね、朝食付き21,111円ん。1人5,000円の朝食どんな朝食なんだと思ってみたんですけど、まずね、この11,111 11円、まあ税、税金を入れると合計12,000円と。 まあこれは結構安いと思います。ね、で、朝食付き、まあ、同じような写真、まあ、ダブルとツインの違いがありますけど、2、え、万、ー、2800円、まあ、そんなすごい朝食が付いてるわけもなく、ね、まあ、どうでもいいようなビュッフェが3800円ぐらいのもんなんで、まあ、だったらね、ここに泊まったら、朝は早起きして、築地にタクシー飛ばしていって食べた方が、はるかに満足度が高いと思います。 圧倒的に朝食なしのプランがおすすめと。で、まあ、ホテルを決めた後に、Google 検索でホテル名を入れてね、えー、このプランより安いのないかと、あるいはね、ホテルのサイトをチェックして、このロイヤルパークホテルのサイトをチェックして、まあ、ここでね、予約すると、もしかしたらね、えー、なんか朝食がつくとか、なんとかの特典がついてるということもあるかもしれないんで、ホテルを決めた後でもう一回 Google 検索と、 ホテルサイト直,直のサイトをもう一回確認するっていうのをやってます。こっそりどっかのねサイトだけ安かったりとか、ホテルサイト直だとねメンバーシップ入会で朝食不良になったりとかね、あるいはある程度大きい部屋がいっぱいあるホテルだとね日本旅行とか JTB、HIS が契約してる部屋を余ってるんで直前で安く出してるケースもあります。そんな形で,で。今回は海外の方なんでね、海外から来る場合は、この 航空券プラスホテルで予約すると、ホテルが無料になったり、格安になる場合もあります。例えば、エクスペディアなんかでね、見ると、あれ、このホテルが1番2000円は安いんだけど、航空券ここで取ってね、ホテルくっつけた方が安いじゃんということがね、たまにあったりします。ただ、このエクスペディアとかね、トリップバイザーでも何でもいいんですけど、航空会社でも何でもないこの代理店とかね、検索サイトの場合は、 あんまり儲かんないビジネスのホテルみ見たくてね、たまに大手が潰れます。だからね、潰、えー、れちゃうと、航空券もホテルもなしという形になるんで、あんまり先の予約だったり、価格差が微妙な場合は、これを使うのはおすすめしません。で反対にね、国内旅行の場合は、まあ、これは、えー、ホテル代を無料にする方法というのがね現実的にあります。ANA、ね、とか JAL の航空券プラスホテルプランがおすすめと。 で例えば無料になるのはどういうケースかというと、まあ実質無料になるのはですね、直前で航空券取る場合、数日前とかでね、えー、確か旅坂は3日より前なら取れるんでね、来週出張みたいなね、来週急に行かなきゃなんて時は、まあ、直前で航空券取るとね、高いです。例えば、えー、直前で1週間を切って取ると、まあ、この、 1>, 1ヶ月前だったらあった旅割のね、安いやつ、1万5490円とかいうのがね、あ、これ福岡、東京、往復の場合ですけど、こういうプランがなくなっちゃうんですね。で、えー、この割引の航空券しかないと。そうなると、30日前でね、予約せば、えー、1万5490円 ×2 で、3万980円で済むものが、一週間切っちゃうとね、五万千百八十円になっちゃうと。 差額が24,200円出てきますね。で、これ、えー、この航空券プラスホテルのプランを使うと、基本的にこの、えー、1万5,000円くらいのね、安い、えー、航空券でプランを作ってますんで、えー、200で24,200円以下のホテルなら、た、ま、だ、あ、で泊まれることになると。だ今回のプランでもしかロイヤルパークホテルのプランなんかくっついてるのがね、福岡から来る方が見た場合には、 多分この5万5千180円でホテルもくっついてくると。直前で航空券取る料金と、旅先でホテルもくっつけたプランが、料金が一緒という形になるんでね、直前だから、まあ、航空券高いのしょうがないかと。あるいはね、航空券高くなっちゃったから、時間かけて新幹線で行くかとか、やるよりは、この航空券プラス、ホテルのプランを探してみることをお勧めします。このアナ、旅作。 あるいはね、JAL、えー。ただ JAL の場合ね、長、えー、めで行ったときに、えー、宿泊数とね、えー、ホテルに役あ旅行期間と宿泊数一緒にしなきゃいけないですね。例えば私1週間で旅行するときとかね、えー、最初の2泊だけこのホテル、旅作のホテルくっつけてね、あとは他のホテルにするとか、Airbnb を泊まるとかってやるんですけど、まあ、そういうのがこの、 JAL の方はできないんで、ちょっと使い勝手が悪いんで、1回しか JAL 使ったことないです。この ANA のプランはね、何度も使ってます。で、さっきのね、旅行代理店と違って、ANA や JAL が潰れる可能性は低いですしね、jal に至っては、過去にね、実質潰れてますけどね、その時も問題なく、航空券を買った人は航空券そのまま使いましたしね、飛行機もちゃんと飛んでると。 こういうね、ホテルプラスのプランでも全く問題なかったっていう実績があるんでね、えー、こっちの航空会社の、えー、このホテルをくっつける方のプランっていうのは安いのがあれば、えー、かなりおすすめできます。まあ、そんな形で、まあ、東京のホテル選び、えー、参考になりましたでしょうか。またね、ちょっと違うんだよとね、一、えー、人二人の旅じゃなくて家族旅行だしとかね、えー、予算はもっとあるとかいう場合はね、またご相談ください。 以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。